夢ラジオ第1114回、今日は平成30年3月3日土曜日です。時刻は午後7時、横浜港北、本格的に夜になってきました。土曜日の夜、1週間で一番心落ち着く時刻、リスナーの皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はなんか春らしいあったかな一日、私も愚明寺まで出かけ、帰ってきてから緑道を走ったりしてましたね。ただし午後の遅い時刻から空が曇ってきて、今も空は曇ったまま、月も星も今日は見えません。ただし土曜の夜ですから、ナイトビューが今宵も素敵ですね。そんな夜景見ながらの放送です。1114回目、今回は68年運動取り上げます。68年運動、68年運動、68年運動、ドイツ戦後史を語るとき避けて通れないし、ドイツ戦後史だけでなく、この1968年という年は、例えばプラハの春、あるいはパリでの学生運動、ああ日本でも東大紛争やってましたね、というふうに、あアメリカでもやっぱり学生運動、ボブ・ディランがちょうどデビューしたての、あのギター抱えて出てきましたね、あの頃ですよ。その1968年ドイツでは何があったのか。当時学生運動が盛んで、でさっきお話ししたね、フランスでも5月の学生運動、日本でも東大紛争とか言いましたが、ドイツの場合、この68年に学生だった、あるいは学校を卒業してちょっと経ってる、まあ20代とね、68年に20代だった者たちは親がちょうど第三帝国で頑張ってた世代なんですよ。でドイツ第三帝国の時には、それはドイツ人一丸となって頑張りました。というわけで、この68年の頃若者だった場合、親見たらナチスなんですよ。やっぱり親見たらナチスなんです。そしてまあ戦争が終わったのは45年なんですけど、だいたい60年ぐらいから1960年ぐらいから西ドイツ西独でもナチス時代をね、客観的に振り返ろうみたいな、そういう機運、そしてドキュメンタリーがテレビでも放映され、でそのようなものを見て、うちの親たちむちゃくちゃやってたんだと。精読でね、なおかつうん、与党の CDU CSU ダメと、野党の SPD これもだらしないと、野党じゃないと、ということから
学生運動がもう自分たちだけで頑張ろうっていうね、そういう新しい政治運動を作ろう、こういう機運が出てきました、ドイツで。この68年運動を語る時、まあ避けて通れない人がね、ルディ・ドゥチュケって人です。ルディ・ドゥチュケ、どうでしょう、今でも、ドイツの若者は知らないかもしれないけど、今大人っていうね、ドイツ人でね、今大人なんですと。まあ、年配の方はもちろんだし、そうですね、ドイツの、40代ぐらい上の人だったら、このドゥチュケっていう人は、ああって思うことでしょう。ルディ・ドゥチュケさん。壁が建設される直前に東から西ベルリンに亡命してきた人ですね。で、その西ベルリンにベルリン自由大学ってあるらしいんですよ。私ちょっと行ったことないんですけど、ベルリン自由大学。で、そのベルリン自由大学で、まあ、フランクフルト学派の哲学を学んだんですね。批判理論。この夢ラジオでもいくつも取り上げました。で、投読では、マルクス主義のね、ゴリゴリの何の役にも立たないような、そんなのを教わっていて、そしてフランクフルト学派ですから、マルクス主義なんですけど、やっぱ投読で教えてたのとは、それはもう全然違うと。つまりソ連もまずいと、フランクフルト学派によるとソ連も全体主義であると。そして投読でマルクス主義を教わってた時には、ソ連や東ドイツでやってるマルクス主義が素晴らしいと習ってたわけですから、ドゥチュケがまあ西ベルリンに来て、その目が開かれていった。で、そのソ連型の、あるいは投読型の、そういうものはダメだと。自分のね、その亡命してくる前の投読での生活ももう退屈極まりなかったと。学校で教わるものは役に立たないことばっかりと。で、西ベルリンに来て、ベルリン自由大学で学び、そしてちょうど学生運動が起きてくるんです。このドゥチュケ、やっぱり演説がうまかったらしくて、カリスマ的な力で人を引きつけました。ドゥチュケの周りにぐーっと人が集まってきたんですね。ちょうどアメリカにいたマルクーゼなんかがこのベルリン自由大学にやってきて、もうこれからの社会主義はね、労働者を組織しての社会主義は無理だと。労働者はもう体制側に取り込まれている、統合されてる。で、まだ体制に統合されていない学生こそがこれからの社会主義の担い手だ、でわーみたいな。だから学生紛争のね、学生運動のアイドル学者がこのマルクーゼですよ。マルクーゼはこういうことでご飯食べてたんですね。で、その当時はそれが真に受けられましたから、そのよっしゃ、学生こそ革命の主体かと、学生こそ社会主義の主体かと。けれど、ドゥチュケにしてみれば、ソ連型のね、権力集中ね、プロレタリア独裁と言いながら、むちゃくちゃな権力集中、これはまずいと。ですから、まあ中国型のね、中国型の、あるいはキューバ型の社会主義を目指したそうです、ドゥチュケさんはね。 いずれにせよ社会主義がいいなとは思っていて、そして社会民主党 SPD では話にならないと、ソ連も東独もお手本にはならないと。
じゃあ中国とかあるいはキューバとかああいうところの社会主義がいいんじゃないかと。だから中国やそういうところの情報も伝わってなかったんですね。中国の大躍進運動だの文化大革命の一体どこ見習うんやってことだけど、まあどっち系はそうしたんですよ。造反有理を頑張ったんですよ。で、ちょうど環境運動が60年代盛んになり、そして原発をやめろっていうね、原発をやめろという運動も出てき、そして、ベトナム戦争、これも60年代の終わり頃、激しくなってきましたが、これも反対と。で、とはいえ、ドチケを中心とした学生グループ、暴力革命はさすがに取らなかった。そうではなくてね、自分たちがいろんな役所や企業やの中に入っていって、そこで変えていこう、体制の中に入っていって変革していこうという、そういう運動だったようです。ですからこれを生ぬるいと、そんな体制の中に入って10年20年かけてそんなの待ってられるかと、実力行動だというふうに過激化していったのがドイツの赤軍ですよ。前もウルリケ・マインホーフについては夢ラジオで詳しくお話しました。バーダー・マインホーフのグルッペですね。あとね、この68年の前年に、67年に、ドイツ、西ドイツにね、専制政治をやっていたイランから、専制政治をやっていたイランから皇帝が来るっていうので、専制政治の皇帝、砲毒、反対。この時に、その反対デモの学生さんが警官に殺されるっていう事件が起きたんですよ。これは大きな事件でした。1967年。で、この警官がね、その学生さんをデモに参加してたっていうだけで、殺しちゃったことが、翌年の68年におけるイカれる若者の行動につながっていった。その中心にはドゥチュケいた。そしてね、プラハの春っていうふうに起きて、そして人間の顔をした社会主義っていうふうに運動が起きましたね。だからドゥチュケなんかもその運動と連帯できるんじゃないかと思ってプラハも行ってるんですよ。ただしですね、プラハに行ったら、そしてチェコ人の学生が言うには、西側の自由な経済体制の方がいい、そして西側の自由な文化がいい、熱烈にこう言ってくるんですよ、プラハの学生が。で、片やそのドゥチュケたちはね、中国だのそういうところの社会主義見習いながら社会主義頑張ろうねなんて思ってるんだから、全く噛み合わなかった。そう、中国の情報なんかが全然入ってこなかったんでしょうね。日本もそうだし、フランスにもドイツにも。このドゥチュケさんっていうのはね、子供もいて、だからその子連れでなんかいろんな運動をやってたり、あと、エルンスト・ブロッホですよね。哲学者っていうか、エルンスト・ブロッホと、なんか、えらい親しくて、写真が残ってますね。ブロッホと、ドゥチュケと、子供がいてっていう、子供は3人、子供さん3人ぐらいいた、
お父さんだったんですけど。で、このドゥチュケが反対派、つまり学生運動にも反対者はいますから、学生運動に対しても反対者はいますから、その反対者に狙撃されるっていう、そういう事件が起きたんですよ。これが1968年なんです。だからドゥチュケは狙撃されて、一命は取り留めたんですけど、その後もう長い間リハビリに入り、そしてもう目立った行動ができなくなってしまいました。で、やっぱりもう十何年ぐらいでやっぱり亡くなりましたね。一命取り留めたとは言っても。そしてこのドゥチュケを狙撃したっていう人も刑務所で自殺してるという、なんかちょっと暗い話です。で、このドゥチュケを失ったこの学生運動は、やっぱりカリスマ性って大事なのか、急速にしぼんでいきますね、西ドイツで学生運動が。まあ、プラハの春があんな風にソ連によって押し潰された、そういうのを見て、やっぱ社会主義がそもそもおかしいとか思い始めたっていうのもあるかもしれませんが、西独でこのドゥチュケさんが退いてからは、学生運動がぐーっと下火になっていきました。そして一部の先鋭的な者たちが70年代からもうすごい活動をやり始めるんですね。赤軍ですよ。前お話しした RAF、 彼らです。日本ではこの東大紛争で東大が落城した後も、あれが1969年ですね、東大安田講堂が落城したっていうのが、まだ70年代も全共闘運動という感じで、日本ではこう学生運動80年代ぐらいまで続くは続きましたが、ドイツではもうこの68年でドチケさんいなくなってからかなり下火になってしまった。とはいえ、この時若かった人で、そのドチケに憧れ、そして学生運動に身を投じた者たちが、まあ将来、その後ね、その後ドイツ社会のいろんなところで、まあ活躍していくにつれ、68年世代、彼らの心にはドゥチュケの姿があったわけですよ、いつも。ですから1990年代終わりから組閣したシュレーダー政権ありましたね。シュレーダー首相とか、あと外務大臣のフィッシャー外相なんかは、自分たちのことを68年世代なんて言ってましたよ。ですからドイツ人、さっき言ったような、まあ年配の人たちですね、そういう方々にとってはこのドゥチュケをじっと見つめて、そして自分も運動に加わっていったあの世代、あの時期、あの時間が、やっぱり歴史の大きな転換点だった。あとドゥチュケは東ドイツのね、盗賊のボルフ・ビアマンっていう作家いるんですよ。ボルフ・ビアマンって盗賊時代には有名な作家だったんですけど、この人とも連帯していろいろやろうとはしてたようですね。夢ラジオ第1114回、今回は戦後ドイツ史、68年運動、アフトンゼヒツィガーベベーゴン取り上げました。ご視聴ありがとうございました。